それじゃあちょっと、オートトレンドの方も、ちょっとボンドグループ出展させていただいてます。で今回オートトレンドの方は S4 さんのブースでこう押収車いじってる、ショップとかがこうギュッと集まって展示させてもらってます。でそこに、一応マクラーレンの570かなロッテホーム入った車両を展示させてもらってます。ちょっと行ってみましょう。でオートトレンドは、2日間開催でだいたい10万人ぐらい来るかなり大きなイベントなんで注目度もかなり高いんじゃないかなと思います。わーわーこっち結構人すごいね。とりあえず暖かい、そして暖かい、とりあえずタミヤで買い物すればいい。わーわーすごい、まあ、一応入り口が向こうなんでだんだんこう今オープンしたばっかりなんでだんだん多分人がこっちに来てんじゃないかなっていう。とりあえずトミカも買って帰ろうかな。そうですね。お、一応一番奥が、S4 さん、欧州車のカスタマイズ雑誌 S4 さんのブースになってます。わあ、結構写真撮られてますね。こんな感じでボンドグループの車両が展示させていただいてます。この黄色いカーペットが全部 S4 さん。そうです。はい。でちょっとごめんなさい、ショップどこどちらのショップかごめんなさい、僕わかんないです。スアズさんの、あ、そうね、はい、720と、はい、もうわかるようになってきたんです僕違いが、うん、違いがわかる。いやこれホイールすごいね。これこれでも 4G テックじゃないですか、ね、4G テック。後ろはとてつもないコンケーブとリムの深さとリバースリムだからできる技。720もめっちゃ写真撮られてます、はい、こっちは458にリバティさんの木とつけてる、はい、アズールさんですね。あ、そうなんだ、はい、これかっこいいね。かっこいいですね、でメッセでも見た車もやっぱりちらほら展示されております。橋本コーポレーションさんのウニモグとまさかのカーベイデモカーのウニモグと、あと AP ガレージの、はい、114だっけ、はい、はい、114、はい、クラシックのベンツの展示と、はい、あとみんなびっくりしたゴルフ2だよね。ゴルフ2のディーゼル、ね、ゴルフ2のディーゼル、はい、GTD っていう初めて見ました。これもなんかラッピングじゃないカッティングかで全部やってあるみたいです。こちらティーズクラブさんの X5、はい、ハーマンの買ってない車を、はい、X5、はいはい、ハーマンの外装コンプリートかな、はいはい、これオーバーフェンダーもこれあれかな。オーバーフェンダーついてますよね。だってこんなフェンダーじゃなかったね。純正こんなに出てないよね、はい、ホイールもめちゃくちゃコンケーブしてる。ハーマンかっこいいねこれ。かっこいいですね。色がまたいいよね、小豆色っていう。小豆色丸あれじゃないですか、阪急電車みたいな色ですね。あと M3、はい、HRE のホイール履いてございます。これリトル M さんの車です。 M3 このプレスラインめっちゃかっこいいんだよ ね、 かっこいいですね。これボンネットのこのあとルーフのこの、まあやっぱ4より3の方がなんかちょっとこのリアのもっこりした感じが僕は好きですけ ど、 なるほど、はい、ドアラインはちょっと合わないやつが。あとこちらもオートメッセで展示されてたメーカーズさんの M2コンペ、はい、M2 コンペ、なんとブレーキをちっちゃくして18インチが入るようにして、はい、作ってあるっていうとてつもない車両でございます、はい、すごいなこれ。こちらはパノラマクラフトさんの235、はい、ワイドボディキットがついてます、はい、ホイールは1221がワイドボディキットに合わせてとんでもないサイズのが面打ちでございます。これフルポリッシュかな。フルポリですね。すごいねこれも。これあれだよね、あの群馬のイベントでも展示されてて、はい、めちゃくちゃ注目度がやっぱり高いです。これ YouTube にも動画あるんですけどなんか海外からもコメント来てたりとか、はい、はい、他にもいろんな車が、あ、これもメッセ止まったよね。そうですね、はい、止まってございます。はい、あとドルトさんのピレオンの A6BC ですよ。こちら BC フォージドを履いたアウディの A6 も展示されてます。BC フォージド
真っ白白ってすごいですよね。これを履きこなすってすごいよね。でもしれっと履いちゃってるからそんなにすごい、はい、しっかり似合ってます。違和感なすごいね。であとはドルトさんの笹丸、すごい。これブレンボー塗ってんのかな、これきっと、そうですね、これはこれありますね最近の。あ、そうなんだ。ニュージー、あ、でも純正じゃないよね、変えてんだよね。純正じゃないです、ブレーキキットだよね、はい、笹丸だ、こんなブレーキついてない、なんかもうめっちゃ新しいのにこんなにカスタマイズされて、そしてやっぱりドルトさんって言ったらレカロシートが、はい、ちょっと今まで あのスポーツスターってちょっとザ・スポーツシートっていうちょっとタイトな感じだったんですけど、モデルチェンジしてからヘッドレストのちょっとクッションが大きくなったりだとか、あとは座面なんかも結構柔らかくなってるんじゃないかとか、ちょっとコンフォートになった、スポーツスター。1脚確かね25万円か30万円ぐらいするんですけど、それ2脚ゴージャスについております。でこっちは CPM の、はい、CPM さんのデモカーかな。新しい Z4 がもう早速ローダウンされてニュートレイルのホイールを履いてございます。なんかやっぱりスープラばっかり注目されてるけど Z4 かっこいいよね。かっこいいですね。かっこいい。あんまり見ないですよね。そうだね。その他の場所ではこんな感じでしょうか。でしょうか、はい。